多分あいつ期待応えてくれると思うんですよ。ただやっぱり俺にも俺の25年っていうものがあったわけであって、一応武藤敬司で25周年って名目だからな。俺が取られるのもかっこ悪いしな、俺も頑張って、取りに行きますよ。猪木選手との戦いの中で何かを多分自分も新しい経験をするだろうし、それをまあ楽しみに今日だから連があるっていう感じになると思います。自分も特攻精神でもう行きます。キャリアとかっていうのも全部一回過去に置いてきましたから、特攻ですね。そういう気持ちで武藤さんのその武器として戦います。クランキー、どの面下げて俺の前行くんだ。てめえが何つって俺の前からいなくなった。どの面下げてくるんだ。覚悟はいいな。両国で死んでもらうぞ。リップサービスじゃねえぞ。